防衛省自衛隊としては今後も帰国を最大限支援していく考えであり、今回供与する車両も本日ここに用意した2分の1トントラックに加え、高機動車、機材運搬車の合計100台規模の自衛隊車両を全国の陸上自衛隊から最大限の協力を受け、逐次ウクライナに向けて輸送してまいります。これは日本がこれまでの国際秩序、平和を大切にして発展してきたことによるものであり、これからも武力による現状変更は認めるべきではないとの姿勢によるものであります。いずれの車両もこれまで自衛隊のさまざまな任務で活躍してきた